おはようございます。おはようございます。今日の車内ネタをお願いします。いやもう二日酔いでしたね。はい、ということで今日はコージ君ゴルフ場の方。いやいやもうそうなんですよ、はい、もうプロ格闘家、まあはい、プロボクサーキックボクサーをね卒業しまして、はい、プロゴルファーになろうと思いまして、次の、はい、ゴルフに進出してきましたね。ほんでね、はい、めちゃくちゃ別品を見つけたわけですよ僕、はい、で早速その別品を読んでいいですか。はい、お願いします。はい、日本で一番綺麗と言われています美人ゴルファーのさよちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大島優子みたいでしょ。いやいや、ありがとうございます。大島優子さんよりも綺麗です。あ、僕あの大島優子さんより綺麗、はい、ほんであの僕ねゴルフ場で見てて、はい、おーし綺麗なと思ってでナンパして連れてきました。待って言うのは冗談なんですけどそう、あのスポンサーのね金田会長って方がいて、はいはい、その金田会長のご紹介で出会って、はい、今度勝負しようと。で2人なんで、はい、あの人数合わせで1人呼んでます、はい、もう1人、はい、今朝、はいはい、7時に電話して来てくださいと、はいはい、呼んでるんで、はい、元メジャーリーガー西岡剛さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうせめて前の晩にしてくれへん朝はない朝はないですよね。たまたま空いてたから来れたけど、はい、本当後輩思いで朝はないわ何すんの今日、何も知らずに来てんのよ。え、僕とカメラ回ってんの。僕とさよちゃんが対決して、聞いてない、さよさんはキャディ距離測ってもらったらギャラ出んのこれ高そう。朝いきなりなんか呼ばれて普通にゴルフかな思って来てるけどやっぱあれやな俺の真似するの好きやな。まあ一緒ですよね、この服完全に一緒やからなんかな。クラブも一緒ですからね、うん、カムイン、ね、カムイのね。なるほど、一緒ですか。え、これカメラ回ってるところ対決かなんかすんの。対決します。今日はさよチャンネルとコラボっていう感じですよね、はい、そういうことです。はい、でさよちゃん知ってます。僕いやいや知ってますか。あの美人女子ゴルファーの YouTuber でしょ。はい、はい、知ってますよ。遠藤さんとも戦った。そうですね、はい、そのさよちゃんと、はい、今日2対1ですよ。2対1、はい、じゃあもうプロとなんで、ね、はい、俺とさよちゃんチームでコージ1人対決でしょ。スーさんと僕はもうすごい可愛がってもらってあのよくゴルフ対決するんですよ、はい、でまあいい勝負ですよね、はい、今2勝2敗2勝2敗で今日はだからチームなんであのプレー中に喧嘩はしないでください、まあ、仲間ですよね、はい、仲間かなんか嫌やな、はい、じゃあ今日は、さよちゃん VS、コージ君西岡さんチーム。そういうこと。3ホールずつのベストボール方式っていう形で。やっぱそういうルールにしとかんと、普通にやって勝ってもったらね、やっぱプライド傷つけるんで、はい、ありがとうございます。なんかベストボールやな。ちなみに罰ゲームとか、勝ったり負けたりした場合は、視聴者プレゼントがあって、はい、僕らが勝った場合は、はい、あのさよちゃんのパンツ今日生えたやつ。パンツ選択してない。限定限定選択せず、うん、大丈夫。まああの私物をね、はい、僕らが買った場合はさよちゃんの私物を視聴者プレゼント、はい、サイン入りで、サイン入りで、はい、でさよちゃん買った場合は、はい、僕らのなんか私物、僕らのパンツ、はい、いやいらんやろ多分だろ、パンツ以外でお願いします僕らの私物プラス、はい、カムイさんからお、ドライバー、ゴルフクラブ、いいですよね。ああいいですね、はい、それをあの応援してくれてる皆さんにプレゼント、皆さん、ちょい皆さんの誰かにプレゼントという、はい、めちゃくちゃ豪華じゃないですか。まあ、ちなみにカムイの社長には何も言ってないんです大丈夫かなでもやってくれると思いますよ、リュウさんなんで、はい、ということで今日は、千葉県の市原ゴルフクラブ市原コースということで、綺麗、はい、早速じゃあ1ホール目からベストボール方式でいっちゃうわけですね、はい、お願いします。プレーしていきましょう。よろしくお願いします。じゃあ行こうか。お願いします。お願いします。笑いなしでいきましょうね、今日は。笑いなしやった。はい。チンケでいきましょう。オッケー。どっちか、OB 出したかんからな。そういうことですよ。高め合っていきましょう。お願いします。お願いします。どこ打ってんすか。前飛んで。よろしくお願いします。お願いします。可愛いな。変態のおっさんや、二人は。足綺麗やな。おお、うっしょ。これがプロの球ですね。うわあ、ええな。うわあ、めっちゃええやん。よしよし。男としてのプライドを見せよう。お願いします。見せなね。
真剣に行くわ。ゴルフというものは気合ですから。集中。はい。ゴルフというものは気合ですから。フェアウェイ乗った。オッケー。どう行こうか。あれで行こうか。サイちゃんやっぱすごい気遣いやから、うん、すぐやっぱり敬語使ってくれるじゃないですか、うんうんうん、やっぱでもそれやっぱもう仲間ですから、うん、なしにしましょう。敬語なし、うん、オッケー。敬語使ったら、はい、罰ゲーム。罰ゲーム。え、でもちょっと私だけ持ち振りじゃないですか。なんで。そうですね。そうですよね。はい、そうですね。確かに全員年下と思ったらいいやん、はい、ね、うん、そういうことか。それでいこう。よし、頑張る。よしよしよし。え、どうぞ、ちゃんとやりましょう。これ短いパー5ですね。僕の球は、ね、あの右にちょっと OB 振ってしまったんで、はい、工事のこのヘナチョコボールで何ヤード？30ヤードぐらいしか飛んでないドライバーが。やっぱ練習してないからな。やっぱ、ね、朝一はあかんのっすよ、やっぱ。おー、いい。おー、いいじゃないですか。いい。めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい、ね、あめちゃくちゃいい。おーれさ、負けてられへんからな、やっぱ。いいもん、さゆちゃんね。はい、こんな小さい可愛らしい子にこんな大きい2人が負けとったらね。何度ます。コージョン。コージョン。まあ、仲間ですからね、ちょっと。コージョンと。オッケー。ちょっと手前に刻みます。はい。コートマネージャーって。はい、15で。まっすぐしかいかんもん。よいしょ。え、思ったより元か俺。あ、いいんですか。でもさ、でもさ、先に来ない。何やったら抱えていくか。お願いします。最後グラブ直しといて。あ、すいません。マジ。まあ俺がキャディーになりますね。ここ乗っけたいですね。乗っけたい。はい。これが今サード4打目ですか。3打目です。3打目です。3打目。うわ、やったな。やったな。やばいかも。あ、もうこれ OB や。まあでもこれ強さんの見せ場、見せ場、見せ場。お前これ。うわ、なんかこれプレッシャーかかんな。ちょっとやばいっすよこれ。助け合いやからね。オッケー、任せろ。俺もあの最悪、うん、グリーン前まで持っていくわ。オッケー、お願いします。オッケー。お、右行った、右行ったけど、これはおー、あーしゃあしゃあしゃあ、なんとも言われんのやめてもらって。どっちかに言ってもらって。前よりマシやん。前よりマシやん。やっぱ女性はやっぱお尻やね。下半身なんで、下半身リードなんで。要はこんな変態のオスナー2人連れてボレーするな。確かに。大丈夫かな。多分あれやな、サヨのファンから多分叩かれるかもからな、うん、だいぶ。いやいやいや、ないですね。まあ、何人来たところで大丈夫です。アンチ来てきてやもんな。そうです。来い来いと。アンチちょうだい。大丈夫。サヨちゃんのケツ近くで見てるのは俺らやから。ね。これ何ヤードぐらい、サヨちゃんの。これ、60ぐらいです。60。68でいきます。柔らかいなぁ。うまい。いやでも大丈夫。おぉ、ナイスオンです。はい、ありがとうございます。ナイスオン。今うるさいみたい。あ、うまい。うまいよね、これ。いいよね。めっちゃうまい。おぉー、やった。最高。さぁ、グリーン周り俺めっちゃうまい。もうあれオッケーちゃうんすか。え、てか今日はオッケーなし。グリーン周りうまい。ショートゲームうまいな。今日は完全ホールアウトでいきましょう。ここってな、これって何本ぐらいあんの。 20? ないかな。うまい。オッケーオッケーオッケー。あー、うまい。はっちゃー。かわいい。これいけますね。いけるいける。うまい。
お二人ともアプローチ上手です。僕らあのバーディーですからね。仲間ですか。入れパー。あ、ちょっとこれも近いな。近いけどさ、でもラインも見ていこうよ。ライン的にどうなの。まあ俺か、近い方がいたんですね。近い方で行こうか。やば。最後バーディーパット。バーディーパット。オッケー。これごっついね。うわ、うまい。あ、弱い。ってことは俺ら2人どっちか入れたらいいから。そうですね、これ強いですね。よし、これ登ってる、下ってる。登ってますね。フックね。よしよしよし。ナイスパー。まあ俺が打つまでもなかったんだね。出番ないよ、はい、すごい最高。はい、行きます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。まずは一ホール目。いや最高に出なしじゃないですか、ね、本当、はい、かなりのハンデだっていうことが分かりましたね。ちょっと頑張らなきゃ。しかも体力的にも、あ、一緒か、打つ打数は一緒ですね。そうですね、一緒やしない。今までより楽、うん、今まで工事やったらさ、山の上登って行ったりさ降りて行ったりして打たなあかんのさ。まあ確かにそうですね、うん、多分視聴者のみんなはなんでこいつはさゆちゃんに喧嘩打ったって思ってるでしょ。あ、ショートショート30ぐらい。いや、これでもガチ勝ちに行こうよ。いやいや、ガチ勝たないと。俺遠慮せえへんで。だってお父さん、もう次に繋がらないですからね。サヨちゃんに勝ったら次から。そう、はい、勝つまでやろ、うん、勝つまでクリアできんだよ。ニアピンだ。ニアピンも、はい、よし、行きます。8番です。8番、ちょっと手前ですね。サンさん、僕でいいんすか。いいよ。コウジ君、これはチャンスです。え、乗った。手前です。手前かい。1で、ね、はい。あーっと、まあでもバンカーです。砂場か。サンさん、ここ行ってください。変われへんな。それやばいっすよ、砂場は。変われへんな、コース。あれは。え、あ、ちょっと左。おお、めっちゃ返ってくる。どこどこ。あ、左奥。俺の使おう。グリーン横ぐらいまで。おお、すごい。キックした、キックした。戻ってきた、戻ってきた。じゃあ、さゆちゃん。はい。じゃあ、さゆちゃんのあれ聞いていこうよ、プライベート。プライベート、はい。さゆちゃん、何してんの、いつも。いつもはゴルフして、ご飯食べて寝ます。何して遊ぶの。遊ぶとしたの。遊ぶは、遊ぶじゃないよね、息抜きだよね。息抜きは、松本旅行行ったりとか、買い物とか。年間ゴルフ何回くらいするの。200ぐらいは。200。はい、月20ぐらいやってるんで。ゴルフの生活だね。そうです。大変やな。冬も。はい、あ、でも冬はちょっと減りますよ。え、スーさんの、あれさゆちゃんでしょ、はい、うん、俺のあの、グリーンの右、左奥コージバンカーやから、あの、取ってきてもらうすぐピックアップして。これでも、入れる可能性あるからね。いや、絶対入れる、もうねえ、はい、俺入れられたらやばいな。入れられたらやばいねえ、
ろお前見立てたやろ仲間なのに見立てやねんかやめてよ何そんなことするのもう今のでもう崩れた大丈夫リラックス今のでリラックスうまいあー強いあー大丈夫あー恋さん強い俺に任せなさい強いリラックスしてもらおうと思ってしたのにいやいやいや強いってもう辛いっすねま、弱いかこっちどうしたよね当たり前やろもう絶対 OK パーぐらいのとこ寄ってくるよよし行きますうまいわー面白いゲームうまいなちょっとフックフックっすね、うん、パーバットっすねパーバット頑張れはいうわあ強きすぎたこれ入れないやばいっす俺らはなうん入れたいこれパーパットでしょこれ一緒かなパーパットどうだしっかりどっちから見たら下ってるやんなこっちから見たら登ってないいや下っと登ってるよね結構下っと世田谷ぐらいまで意味わかんない早いっすよえ、つるさん、もうちょい左って思う分かってるって、お前、うっさいなチームなのにちょ、マジでお前、リズム崩すなってえ、うまい来たおぉーやばい惜しいえ、うまっ OK OK だね、ボギーかおさえちゃん、これ外したら引き分け。引き分け。結構風すごいっすから、ね。風が。ゴルフパンから怒られる。これでも下り難しいよね。いや本当に戻るかな。お。おお。引き分け。この何センチ？優しさが。優しいわ。さよ優しい。上手い人と回ったらやっぱり引っ張っていってもらえるやんか、はい、そう上手い人と回ったらスコアいいけど工事と回ったらいつもスコア崩れんねんもん工事と回ったら絶対100叩いてんもんな多分思ってるでしょうねお前それでクラブとかスポンサーついとんなねでも俺マジでカムイのクラブ使うなってめっちゃスコア上がったっすよ、はい、距離もバリ伸びた工事からベスト81ですもんねそうだから下手くそも馬なるんですよあれ使ったらみんな使った方がいいほんまに俺名前入ってかっこいいからね見る見せようか、はい、俺の自慢なこれ名前入っとその時点でも気合が入ってこれ工事なあそれかっこええよなかっこいいですよね名前入りつゆさんも全部僕今作ってるとこなんですよへえまだ届いてないパターもね可愛らしいですえ、マジで飛ぶんすよさゆちゃんはなんでゴルフ目指したの昔はお父さんとゴルフ行ってて友達できてそっから楽しみだったんですよ、ね、って思ってそれが聞けたねすごいうまいもんなそんなことないでも俺は今日さ決めてるんですよ我流で、はい、うまくなるって決めてるやっぱ教えてもって上手くなるこれ当たり前なんです、はい、教えてもったからだからめちゃくちゃな打ち方で、はい、でもスコアいいみたいなってかっこいいじゃないですか、はい、それは僕目指してで俺はこのチャンネルを通して、はい、俺がこう進化していく姿を見せたい、はい、ゆくゆくはプロテストを、ね、受ける受けちゃいますね、うん、その時はさゆちゃんキャディでねあ私がしっかりダメってやっぱまず基本は手袋とかはつけてダメですからしないつけていいのはあの女の子だけですからなるほどでも男子プロとかでもいますよねつけない方がいい人もいますよでも雨降ったらやばいですよピョンピョン飛んでいくドライバー飛んでいくもん俺先生から言っていいですかもちろん行きますこれはどっち OB や
これは左も狭かった気がするんですけど、バンカー220だと思います。バンカー220、はい。うわダフってあれやもんね。ダフった。ちょっと巻きました、ね。ちょっとラフですね。よしよしよし。じゃあ。じゃあ、あんな僕引っ張ってきますね。およし。前のおっさんめがけて。まっすぐ。まっすぐ。え、コージ服着替えた。あめっちゃいいショットやん。どうすか。めっちゃいいとこ。左マフ。ほら、須藤さんどうすか。いいな、聞き合えた。はい、聞き合えました。僕あの須藤さんの声を全部背負って背負ってるから、はい、応援やもん。そうです、応援。須藤は綺麗なの。僕当たったら好きやん。よいしょ。うわすげえ。これ神来た。よいしょ。乗ったんちゃいます。カモン。おーすごい。ナイス。ナイスショーです。今日どうしたんすか。いつもとちゃうじゃないですか。アホか。すごい。いつもこんなんやから。さあ分かってくれた。分かりました。分かってくれた、はい。どっちが強いか分かってくれたでしょ。確かに入ってるから。うん、そう。さや、ほんまあれやな、忖度してるな。してない、してない、してない、してない。どう見ても俺の方が違う。もうあれよ、もうこの動画見た人が分かるから、スイングで。いや、スイングじゃ関係ないですよ、やっぱゴルフっていうのは気合ですから気合です。当時気合しか言わへんもんな、ゴルフの時。狙っていきます。オッケー。50です。おお、うまい。うまい。いやー、でも手前からの方がいいね。ナイスオンです。これバーディーチャンスや。僕は野球選手は違いますね。すごい。力抜いて。大丈夫。ちょ、お前さ、打つ時にさ、喋らんといてくれへん、マジで。なあ、はい。じゃ、ほんまやめて。肩の力抜いてほしいな。このお前、平らじゃないから。え？ここやったらない。難しいね。俺がなんか下手くそに見えるけど。いや、難しいと思ったらあかんの。やっぱ、なんでも。人生ちょろいと思った方がね。ほんで、ここ何本ぐらいですか、これ。掴んでいいから。いや、教えてほしい。だいたい 目で見てた。いや、分からんの。目測で距離感苦手な。早く俺より近く行ってや。もう一回待って。俺より近く行かなあかんで。うん、任せて。お、いい。ほら、まだいい、まだいい。ナイス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 。まあ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 、ナイス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 。そうそう、これ大事ですね、マジで。あ、バーディー取ったら勝ちやから。ナイス。頑張れ。おぉ、いった。やめろ。うまい。やめろ。危ない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 。うまい。ナイスパー。ありがとうございます。コージ、一回まっすぐ打ってみてよ。まっすぐでいいっすか。気合い、まっすぐ下り、もしかしたらちょっとフック強いかもね。よし、入れる。うん、フックやん。全然あかんやん。もうフックっすね、だいぶ。だいぶフックや。この辺や、須田さん。この辺、軽く。入れたら勝ちですね。入れたら勝ちだって。優しいかも。優しい。ナイスパー、オッケー。ナイスパーです。うわー、勝負つかず。勝負つかず。順調や。ナイスパー。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで本当楽しかったです。はい、工事チャンネルでじゃあゴルフ企画継続していきましょう。そうですね、挑戦したい人応募欲しいですね。すごいいっぱい来てる。それもありですね。ちょっとプロゴルファーの方、美人ゴルファーなのに、美人ゴルファーなのに、まあ、冗談ね、男子ゴルファーも全然いい。受けてたまだ早い、まだ早い、まだ早い、まだ男子ゴルファーが僕らに挑むのはまだ早い、まだ早い。逆じゃん、違う、俺らが俺らが早い俺らが早い。じゃあということで、いや本当、さゆちゃんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さゆちゃん最高。